なんて残酷で美しい世界。楽しく笑わせてくれる存在なのに、どこか恐怖を感じてしまうのはなぜなんでしょう。ピエロと少女の物語。僕はいろいろな街を旅しながら子供たちの夢を叶えるピエロ。さーて、今日はどんな子に会えるかな。お兄ちゃん、お兄ちゃん、見て見て、あれって何？ああ、あれはサーカスって言うんだ。サーカス？そう、サーカス。で何？サーカスって。アクロバットとか、空中ブランコとか、ガオー！わあ！ライオンとか、動物もたくさんいるんだよ。そうなんだ。見てごらん、ミキ。あの人はピエロって言うんだ。ピエロ？そう、ピエロはとっても楽しい人なんだよ。へえ、行っていい？お兄ちゃん。仕方がないな、ちょっとだよ。やったー。やったー。今日はみんないい子だから風船をあげよう。わーい。ほら、みんなに風船くれるって。ミキ、危ないからお兄ちゃんに任せて。うん。すいません、僕らにも。あ、え、風船。あれあれ、ごめんね、全部配り終わっちゃった。やだ。ミキ、ごめん、お兄ちゃん間に合わなかったよ、ごめん。いやいや、風船、風船が欲しい。お兄ちゃんを困らせちゃダメだよ、ミキちゃん。この子見てごらん、かわいいでしょう。うわ、かわいい。ほら、ミキ見てみなよ、かわいいよ。わー、かわいいだろ。かわいい、抱っこしていい？もちろん、はい、どうぞ。ふわふわであったかい。猫ちゃん、こっちこっち、おいで。猫ちゃん、ミキのこと好きなの？ミキも猫ちゃんのこと大好き。ねえ、ピエロさん、この子私にちょうだい。ね、いいでしょ？ミキ、ダメだよ。ダメに決まってる。だいたい、お前に育てられやしないよ。ピエロさん困ってるじゃないか。ダメだ。さあ帰ろう。猫ちゃんをピエロさんに返して。聞いてみなきゃわからないでしょ。お兄ちゃんはいつもそう。ダメ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 。何でもダメ。そうやって私を子供扱いして、バカにして、邪魔をして。私、お兄ちゃんなんか大嫌い。あっち行って。いきなりなんだよ、それ。おい。まあまあ、お兄ちゃん、僕に任せて。え、うん。ミキちゃん、ちょっといいかな。この子、そんなに可愛いのかい？うん。僕、すごく大事にしてるんだ。大切な家族なんだよ。そうなんだ。でも、私も大事にするよ。そうか。この子もミキちゃんが好きみたいだし、ミキちゃんにプレゼントしようかな。本当？嬉しい。ああ、でもお兄ちゃんが、ダメって。それに家に帰ったら、ママもパパもダメだって。きっと、言うもん。どうしよう。この前ね、みんなでペットショップ行った時。わあ、かわいい。かわいいね。ねえ、飼っていい？ママ。ダメよ。ここだけで楽しみなさい。いや、飼いたい。いいかい、ミキ。君が高校生になって、きちんとこの子の世話ができるようになったら、考えてもいいよ。だから今は我慢しなさい。ちゃんと面倒なんて見れないだろ。ミッキーはすぐ何でも欲しい欲しいって言うんだから。本当お前ってわがまま、ダメったらダメなの。しょうがないな。じゃあ
お兄ちゃんが高校生になった時にミキが変わらず猫を飼いたければ飼うっていうのはどうだい？まあいい。そんなことがあったの。ミキちゃんはみんなのこと嫌いなの？うん。お兄ちゃんのことも嫌いなの？大嫌い。ダメダメばっかり。そうか。じゃあ僕がお兄ちゃんたちに許してもらえるようお願いしてあげるよ。え、本当？本当だよ。でもその代わり僕のお願いも聞いてくれる？うん、いいよ。本当かい？それじゃあ目をつむって僕の言葉と同じことを言って。うん。 I'm giving my family to you. I'm giving my family to you. If I do tell a lie, I am yours forever. If I do tell a lie, I am yours forever. それでは約束ですよ、ミキ。約束は守らなくてはいけません。あれ、夢だったのかな。ママ、ママいないの？ママ、どこに行ったの？お兄ちゃん、お兄ちゃん。あれ、お兄ちゃんもいないの？パパも帰ってきてない。みんなミキ置いてどこに行ったの？お兄ちゃん、どこいるんでしょ？やだ、意地悪しないで出てきてよ。わあ、何も触ってないのにテレビのスイッチが入った。ミキちゃん、猫ちゃんと仲良くやってるかい？ピエロさん、ママもパパもお兄ちゃんもいないの？当たり前じゃないか。だってミキちゃんがパパやママやお兄ちゃんと猫を取り替えたじゃないか。え、私そんなことお願いしてない。パパをママお兄ちゃんをみんな返して。それはダメだな。ダメって？だって約束したでしょ、家族と猫を交換するって。君が嫌いでいなくなればいいって言ってた家族だよ。僕はそれを叶えてあげただけだ。それを今さら返してはないじゃない。ピエロさん、あれは、あれは冗談なの。本気じゃなかったの。あれあれ、冗談はいけないな。ごめんなさい、謝るから。猫ちゃんも返すから、その代わりみんなを返して。どうしようかな。可愛いミキちゃんに免じてみんなを返してもいいけど、またみんなに子供扱いされちゃうよ。それで本当にいいのかな。うん、いい。わかったよ。ミキちゃんの家族を返そう。でもね、ミキちゃん、このことは誰にも言ってはいけないよ。秘密だよ。もし喋ったらもう一つの約束事が発動しちゃうよ。え、もう一つ？そうだ、もう一つの君と僕との約束。君が永遠に僕のものになってしまう約束だよ。わかったわ。このことは誰にも言っちゃいけないのね。みんなに内緒にするのね。とにかく早くみんなを返して。それじゃあ目を閉じて、僕が数字を数えるから、3つ数え終わったら目を開いてごらん。みんな戻ってるから。うん。1つ2つ3つ。ミキ、ミキ大丈夫？ミキ、ミキ。お兄ちゃん、よかった、お兄ちゃんがいる。ああ、お兄ちゃんだ、お兄ちゃん。どうしたんだよ、
変な夢を見たの。どんな夢だい？猫ちゃんの代わりにパパや、ま、うん、なんでもない。変なやつだな。お、お兄ちゃん、サーカス、今日サーカス見たよね。え？ああ、丘の上にサーカス来てたね。それが何？ピエロさんいたよね。猫ちゃんをくれたピエロ。え？ピエロ？ママと見に行ったの？違う、お兄ちゃんと公園で会ったピエロよ。何言ってるんだ？夢でも見たのか？違う、あ、でも、そうかも。夢かも。すっごく嫌な夢だった。一体どんな？ピエロさんが猫をくれたの。でもその代わりにお兄ちゃんやママ、パパをもらうって。そして家に帰ったら誰もいなくなってて、突然テレビにピエロさんが映って。へんてこりんな夢だね。すごく怖かったんだから。それでね、みんなを返してってお願いしたの。うんうん。そしたらいいよって。全然怖くないじゃないか。でもこのことお兄ちゃんたちに話したらダメって。は、何がダメだって？それは。なんだよ。あれ、なんだっけ。何よ、笑うなんてひどい。ごめんごめん。でも想像でもすごいよ、ミキ。傑作だ。でもすごく怖かったんだから。ママたちにも話しなよ、こんな夢見たって。もう面白がるなんて。あの小さかったミキが結婚か。パパ、バージンロードしっかり歩いてくださいよ。泣かないでね。私よりお兄ちゃんだよ。昨日からずっと泣いてる。ミキがお嫁さんに行っちゃまだ早いよ。なんでそんな早く結婚するんだよ。もったいないじゃないか。お兄ちゃん、もう泣かないで。私、幸せになるから。ね。幸せにしてくれるよね。もちろん。約束は守らないとね。え？どうしたの？うん。なんでもない。永遠に愛してる。そう。君が秘密をみんなに喋っちゃったから。約束通りミキ、君は永遠に僕のものだよ。次はあなたが物語の主人公かもしれません。くれぐれもこの残酷で美しい世界から逃れようとは思わないことです。